こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ専用出品ページにしたのに買わない違反になりますかというテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。この動画では、YouTube の視聴者様から質問がありましたので、説明させていただきます。この場合なんですが、違反にはならないです。えー、なぜかと言いますと、 えー、口合わせですね。というような状態になるので、違反にはならないですね。メリカリの規則違反にもなってないです。ですので、違反にならないです。で、この場合ですね、えー、回避する方なんですけど、非常に簡単です。必ず商品を購入される方に、一言ですね、購入しますかとですね、質問して確認してください。そうしますとですね、 ほぼ100%の確率で回避できますので、ぜひね、購入しますと質問して確認してみてください。よろしくお願いします。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントします。なぜ10万円稼げるかを詳細に記載しています。ぜひ楽しみにしてください。登録した際にニックネームかスタンプをお願いします。よろしくお願いします。 本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。